地下鉄東大線直通各駅停車西船橋行きです。長野から先は地下鉄東大線に入ります。次は吉祥寺、吉祥寺オレンジは右側です。京王井の頭線はお乗り換えです。 Thank you very much for using JRE. This train is going to 西船橋 and will be on the 東海サブラインの中野。The next station is Kichijoji. The doors on the right side will open. Please change it for the Kendo Inokasha line. The next station is Nishi Omikubo. The doors on the right side will open. おみくぼ、オレンジは右側です。地下鉄丸の内線はお乗り換えです。The next station is Omikubo. The doors on the right side will open. Please change it for the 丸の内 subway line.
赤穴、オレンジは右側です。The next station is 赤穴。The doors on the right side will open.次は高円寺、高円寺、オレンジは右側です。The next station is 高円寺。The doors on the right side will open.次は中野、オレンジは左側です。この電車は地下鉄東西線直通各駅停車西船橋行きです。次の中野から先は地下鉄東西線に入ります。中央線の各駅停車東中野大久保方面と中央線の快速電車新宿四ツ谷方面はお乗り換えです。The next station is Nakano. The doors on the left side will open. This train will continue on to the Tōzai subway line from Nakano. Please change it for the Chūō line local service for Higashi Nakano and Okubo and the Chūō line for Shinjuku and Tsukiya.中川崎は地下鉄、地下鉄になります。次の中央線から東方面、新宿方面に入ります。
各駅停車の千葉駅は折り橋を見る5番線から10時13分のお乗り換えです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく中野に到着です。
にご注意ください。出口は左側です。まもなく高田の方で開いております。出口は左側です。まもなくこの手次は風の坂です。 The next station is 風の坂。
様にご注意ください。出口は左側です。まもなく発車します。Thank you.
とうございます。この電車は大手町、日本橋、東洋町、浦安方面各駅停車西船橋行きです。次は竹橋毎日新聞社前です。 This train is bound for 西船橋。 The next station is 竹橋。足元にご注意ください。出口は左側です。まもなく竹橋です。
葉町です。乗り換えのご案内です。日比谷線はお乗り換えください。 The next station is 葉山町。 Please change here for the 日比谷line。 足元にご注意ください。出口は右側です。まもなく会話場です。ご注意ください。出口は右側です。
まもなく浮き輪です。ご注意ください。電車とホームの間が広く空いております。出口は右側です。まもなく南石川町です。
西葛西です。 The next station is 西葛西。皆さん、目が出ないようにします。携帯電話、スマートフォン、携帯ゲームコントローラーなので、携帯電話操作しながらも、そこは、一緒の一緒に行くなので、一緒に行くので、トロースラブのゲームになりますので、お願いいたします。よろしくお願いいたします。左側です。まもなく西葛西です。
この先揺れますのでご注意ください。次は浦安、浦安です。この電車は各駅停車の名古屋駅です。終了です。通りの電車です。終了し、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 終足元にご注意ください。出口は左側です。まもなく浦安です。左側です。まもなく南両国です。左側です。まもなく両国です。
乗車ありがとうございました。まもなく終点明田です。この電車、駅到着後、車庫に入る回送電車です。明田から先、西船橋方面ご利用のお客様は、各駅停車、西船橋行きをご利用ください。これで、アホ電話してください。本日も東京都東大線をご利用いただきまして、ありがとうございました。千葉県の方です。